中島玄太郎は日本の映画プロデューサー、政治家、第109代文部大臣。群馬県新田郡小島町、押切出身。1951年に慶応義塾大学経済学部を卒業した後、大英に入社した。大英時代には長田正一の下で数々の映画作品を手掛ける。百六十九年、群馬二区から自由民主党公認で、 衆議院議員に当選。1987年11月6日から1988年12月27日まで文部大臣を務めた。文章時代に学習指導要領の改定案で小学6年生の社会科教科書に取り上げる人物として東郷平八郎が出た際、反対した。また、東京駅丸の内駅舎保存問題について、 重要な歴史的記念建造物として、創建当時の姿に復元して永遠に、その保存活用を図っていくべきではないかと、国会で質問された際には、できれば、大正3年の元の、これが東京駅という異様に戻して、そして親しまれる東京駅、首都の顔として保存されることがあれば、好ましいことだと答弁している。1992年2月7日、62歳で死去。 東京駅は開業100周年を2年後に控えた2012年10月1日に修復工事が完了し、ほぼ駅創建当時の姿に復元された。ありがとうございます。